これは僕宛てみたいだね。一枚一枚宛先が違うみたいだ。はい、こっちはジェシカちゃん。サンキュー。これはマリアちゃんにだって。読めるかな。後で読んで聞かせるわ。ありがとう。エンジェちゃん宛てもあるよ。さすがにまだ読めないよね。読めるようになったら渡すことにするわ。こっちは元気で楽しくやってるぜ。だってさ、ならよかったぜ。あの、それで全部ですか？うん、これで全部みたいだね。ありがとう。おやおや、文面を見る限りバトラ君は随分元気に過ごしてるみたいだね。毎日が充実してるってさ。私の方にもそう書いてある。楽しく過ごせてるならそりゃ結構なことだぜ。バトラ君ったらひどいわね。キリエさんに手紙をかけて促されるまで私たちのことを忘れてたそうよ。バトラ君らしいでしょ。随分生活が充実してたみたい。学校では女の子にモテモテみたいよ。へえ、それはすごいね。バトラは変に気ざったらしくて笑えるとこがあるから、そういうの好きな子もいるだろうな。納得だぜ。後ろ宮家へ帰ってくるつもりはないのかしらね。ないみたいだね。僕の方に六軒島に行くことはもうないだろうって書いてあるよ。あんたにとって大切な約束だったかもしれない。それはバトラにとってはそうではなかったらしいな。そんな、それじゃあの迎えに来るという約束は。夢見がちな私の錯覚か。バトラにとってはちょっとしたカッコつけただけの意味のない言葉だったのかもな。これがバトラの罪だ。約束と誤解させたこと。違う。え？それを覚えてさえいなかったことだ。破った約束ならなじることもできる。悔いることも、あるいは取り返すことも。でも覚えてさえいないことは何も問い詰めることができません。バトラさんを憎むことなどできません。バトラさんは約束を破ってさえいないのですから。ただ初めから約束などなかった。ただただ悲しいだけの滑稽な物語。
わらわのせいだ。わらわが無責任にも、バトラが約束してくれたかのように、そなたに吹聴をしてしまったのだ。いいえ、誰も悪くないんです。私が、彼の気持ちも私と同じだと決めつけてしまったから。約束こそバトラはしなかった。しかし、バトラの気持ちは決していい加減なものではなかったはず。そなたのそれに比べれば確かに多少の温度差はあろう。しかし、そなたのことを好いていたのは間違いない。それだけは間違いない。もう、やめてください。私が好きなように、彼も私を好きだと、何の疑いもなく信じてきました。慰めないでください。むしろ、嘲笑ってください。さんのことが大好きです。会いたいです。帰ってきてほしいです。いつかきっと帰ってくると信じて、これからも待ち続けたいのに。でももうダメなんです。これも試練なんですか？帰ってこない彼を永遠に待てと。神様はそうおっしゃるのですか？無理です。私はバトラさんと一緒にいたいんです。それを願う試練がこれだなんて、あまりに辛すぎます。これはわらわのトガだ。あなたに何のトガがありましょうか？ありもしない約束の幻想を見せ、そなたの3年間を苦しめた。わらわがそなたの恋の目を育まねば、今のそなたはこれほどに苦しまなかっただろう。シャノン、冷酷に聞こえるだろうが、何でしょう。バトラを忘れよ。恋の目など元よりなかったのだ。いいえ、これは
私の育んだ恋の芽、どんなに辛くとも忘れることなどありません。しかしその痛みにもう耐えることはできないのであろう。バトラへの恋の芽を捨てることはできぬか。はい。だがそのままではその芽は根はそなたを殺してしまう。人は宇宙を持たねば生きられぬ。そして宇宙は一人では生み出せぬ。二人いるのだ。宇宙、そなたは恋の芽という宇宙をバトラと二人で生み出した。その片方が欠けたからそなたの宇宙が壊れたのだ。人は、宇宙は一人では何も成し得ぬのだ。でも私の宇宙を生み出すもう一人のバトラさんは帰ってきません。ならばバトラ以外のものと新しい宇宙を生み出すしかない。バトラさん以外の誰かと生み出すというのですか。その誰かをわらわが与えよう。誰かって何ですか。そなたの心を、傷を埋め癒してくれる存在だ。そやつはそなたを裏切らぬ。そなたの新しい兄弟だ。そなたに弟を与えよう。弟。福音の家で仲の良かった実の弟のように可愛がってきた少年、そういう存在をそなたに与えよう。そやつはそなたと二人で新たな宇宙を築くだろう。その弟がバトラさんへの恋の痛みを忘れさせてくれるのですか。そうだ。そなたには宇宙が必要だ。ではこの胸の恋の芽はどうするのですか。私のバトラさんへの気持ちは変わりません。枯れさせることなどできません。わらわがその芽を、根を代わりに引き受けよう。あなたが。そなたは恋の痛みを忘れ新しい宇宙を作り直すことができる。恋の芽はわらわが代わって引き受ける。わらわは痛みをも引き継ぐことになるが、わらわの持たぬ唯一の元素、恋を知ることができる。もしバトラが帰ってくる日が訪れた時、まだこの芽が枯れずにいてそなたが望んだなら、この芽をそなたに返そう。それならばどうか。
界を変更。恋の目をシャノンからベアトリーチェに。おはよう、私。